編み棒でガーター編みを編んでうさぎを作ります。四角く編みます。作りたい四角の一辺の 3,4 倍の長さまで引き出します。雫の形に垂らします。左手の人差し指と親指を輪っかに入れて開きます。右手を下げてこの形を作ります。左手の余っている3本でここをつかみます。編み棒を2本一緒に持ちます。親指の下から顔を出します。次に人差し指の上から穴に入れて親指と人差し指の間に出します。親指の穴に戻ってきます。この穴がゆるゆるなので下の2本を指でぐーっと開いて縮めます。ギュッギュッとしたら指を広げ、また3本で押さえます。編み棒を下げてまた繰り返します。ギュッギュッ、広げて下げて、広げて下げて、ギュッギュッ、指を広げて編み棒を下げて、ギュッ。こうやって作り目を作ります。これを繰り返します。28、29、30、編み棒を1本抜いて作り目30で始めます。毛糸玉から出ている毛糸を編み棒の向こうではなく必ずこちら側に置きます。薬指と小指の間に挟みます。人差し指以外の4本で編み棒を持ちます。人差し指とつながっている毛糸と一目取ります。中指と親指を下げてくるっと引っ掛けます。引っ掛けた毛糸が取れないように編み棒の向こう側に出して抜きます。一目取って中指と親指を下げて引っ掛けて、引っ掛けた毛糸が取れないように向こう側に出して取る、引っ掛けて向こう側に出して取る。これを繰り返していきます。編み棒を反対側に向けてまた繰り返します。正方形になったら編むのは終わりです。では編み棒から外します。はじめに2目編みます。1目2目2目編んだら1目目を外します。次からは1目編んで右側の目を外す。1目編んで右側の目を外す。一目編んで右側の目を外す。これを繰り返して最後までいきます。一番最後は毛糸を切ってそのまま抜きます。飛び出ている毛糸はかぎ針で中に折り込んでいきます。